こんにちは。アトリエサロン虹roco、虹の輪ぱすてる教室のひろこです。いつもこのチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。こちらのチャンネルはパステルアートの描き方を楽しく優しく誰でも簡単に可愛く描けるっていう動画を配信しております。私のオリジナル作品を描き方をね詳しく説明しているので、ぜひ最後まで見てもらえたら嬉しいです。ですが今日は特別編としてまたね違う作品を見ていただきたいと思います。こちらですね、私の家の郵便ポストのとこにね、よくこうネームプレート下がってますよね。鉄板みたいなね、鉄の板です。これね、ここにねシールでねこう名前が貼ってあったんですけど、どうしても気に入らなくてね、これね外して、それで自分が描いたトールペイントの表札をぶら下げているんですけど、もうね錆びついちゃってね、あんまり今日表札としてこう運気が下がるなと思ってね、ついにこの鉄板をリメイクしようと思いました。でね、せっかくトールペイントやってるので、今回はこれにアクリル絵の具を描いて完成させたいと思います。動画をね撮ったので、そのね作品作ってる動画を今日はね見てもらおうかなと思って撮影しました。仕上がりがどうなるか最後まで見てくださいね。ではスタート。
今日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。今日はね、久しぶりに特別編としてトールペイントの作品を見ていただきました。早送りだったんですけどね、私がどんな風に描いているかちょっとねパパパって流してみたんですけど、いかがだったでしょうか。完成した作品ね、お見せしたいと思います。こちらがね、完成した作品になります。虹とひまわりと寄せさんですね。明るいね、表札になったでしょね。これでちょっとこう運気も上がるような、こんなね自分ちのね表札を今回は書いてみました。これにね、外でこう雨にも耐えられるようなね、屋外用のニスを塗って、それでポストのとこに下げたいと思います。リメイクね、楽しいですよ。皆さんもね、お家の表札作り、ちょっとね夏休みがあるのでお子さんと描いてみてください。楽しいですよ。では今日はね、この辺で表札のリメイクでした。じゃあまたね、バイバイ。